けど実は目が優しいという君は不器用な笑顔見せて悪者一人は得たらおどけてあげますほどばいい自分を胸をときめかせるね。例えばそんな満身すぎる母さんのんしりがノンフィクションかダイフィクションへ切り離されている。つぶされかけた現実を知るかな運び例えばまだ生きてんねん早くしても言ってんねん期待の声を裏切りたいから未来で不自然気分はずっと決めていた水が意外なで絶命の絶景図を過去から盗んで起死回生のアイデアを書き加えられたならなんでいかさまもおしまいとつぶやいて死ぬもんまだ続けれん死ねばだくと言ってんべが素敵な声をあきれかせたいから まだ生きている悲しみを知ったな運び